成功哲学書の中でも名著として知られるナポレオンヒル著、思考は現実化する、僕の YouTube でも何度か紹介させてもらっているのですが、この思考は現実化するは自分自身の思いは必ず作用し、その思いと同調した現象を呼び寄せるというもので、これは因果の法則やカルマの法則の働きとも言われています。つまり善行を行えばいいことが起こるというものです。僕たちの人生は因果とカルマからは絶対に逃れることはできません。なので僕たちは自分たちの行いの前に最善の選択が必要となります。この選択さえ間違わなければテンタシオンのあの事件も起こらなかったということなのです。はい、皆さんこんにちは。企業からパイジャイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに精通するお話をしていきたいと思うんですけど、本日はですね、今ほど言ったね、XXXテンタシオンね、亡くなられちゃって、まあ残念なんですけれど、ですね、その、テンタシオンの死についてですね、今日はですね、因果の法則とね、まあカルマの法則と、あとね、選択についてですね、お話していこうと思います。これもですね、まあもちろんビジネスにも、大切ですし、まあ私生活においてもですね、まあ大切なことなので、よかったらね、皆様何かなればいいかなと思ったので今回こういった動画とさせていただきます。とりあえずですね、質問の方を先、進めたいと思います。こちらになります。はい、まあ物販をやるのにまあなんかいい本ないかみたいな感じになります。はい、でですね、物販の本って僕ちょっと見たことないんですよね。あのあくまでですね、物販とかってそのなんて言うんだろうな、ノウハウみたいな形になってるんで、まあ大体はまあコンテンツ、デジタルコンテンツとかまあ商材みたいな感じで販売はしてるんですけど、本であるかどうかはちょっと僕は見たことありません。でね、物販をやるのにじゃあ、そのね、じゃあ本で勉強したいってなった場合は、一応ですね、その物販をやるのにでもマーケティングはまあ覚えておいた方がいいというので、まあマーケティングの本をですね、まあ読んでもらえればなとは思います。でもしですね、あのそのノウハウみたいなのが欲しい場合はですね、そういった感じでデジタルコンテンツ販売してる人がいますので、まあそういったところから買ってもらえばいいと思います。はい、という感じですね。それでは本編の方行きたいと思います。仏教でいう因果応報とカルマの法則はほぼ同じで、カルマのことを業とも言います。これは先ほど言った通り、自分の選択した行いによって未来もその選択した行いに反映した結果が来るというものです。この選択こそがその人の未来すら大きく変えてしまうのです。フロリダ州のモータースポーツショップに立ち寄った後、帰り際に2人組の男に銃撃され20歳という若さで命を落とした XXX テンタシオン。テンタシオンの死について書かれたこちらの新書 Look at me the XXX テンタシオンストーリーによると、テンタシオンの死の原因は彼が乗っていた BMW i8 だったと書いてあります。同書の24章によると、被疑者の一人であるデドリック・ウィルソン、実は彼は以前テンタシオンが保護観察官と面会に訪れていたビルで一度テンタシオンを目撃していたのです。そしてテンタシオンの愛車 BMW の i8 を見て、その豪華な車を記憶に留めておいたそうです。その後、事件現場のモーターショップで再度テンタシオンの車を見つけ、3人の容疑者に連絡を取り、そしてあの事件が起こります。そうです、つまりテンタシオンは最初から狙われてたということになります。そしてこの事件でもう一つの謎があります。それはテンタシオンがどうしてボディーカードをつけていなかったかということです。日本でもそうですが、海外では特に成功したセレブたちはボディーガードを絶対につけなければなりません。まあ治安が結構悪いですからね。しかしテンタシオンはボディーガードを雇ってなかったんです。ボディーガードを雇わなかった理由、それはファンとの交流を重視したということです。テンタシオンは仕事仲間からフルタイムでボディーガードを雇った方がいいとアドバイスを受けていたのですが、テンタシオンはファンたちに邪魔だと思わせないということを理由にそのアドバイスを無視したのです。つまりファンたちと身近に交流したかったということです。しかしその気持ちがテンタシオンの人生にとって裏目に出てしまいます。もしあの時ボディーガードが乗っていれば、テンタシオンは死なずに済んだかもしれません。いや、その前にこの本に書いてあった通り BMW の i8 に乗らなければ、そしてたまたまあの日に保護観察官の面接で被疑者と一緒にならなければ、そもそもテンタシオンの住居侵入の罪さえなければあのビルに行くこともなかった。そうです、テンタシオンの死はいろいろな選択によって起こっています。これが冒頭でもお話した因果応報、カルマの法則なのです。このように自身の物事の選択によって人生は良くも悪くも変化していくのです。テンタシオンの選んだ選択が一つでも違った場合、もしかすると彼はまだ死んでいなかったかもしれません。このように僕たちの人生もこの選択によって大きく未来が変化します。それが業、カルマです。少し僕のことをお話しさせていただきます。知っている人もいると思いますが、僕は高校卒業してから20年近く現場仕事をしていました。しかし僕の父親が亡くなったことで、僕は自身の死について考えるようになりました。この人生は必ず終わりが来る、そしてそれは唐突にいつ訪れるかわからない。そして僕は自身の終わりのある人生を最高のものにしようと決め、現場職人から起業したのです。
これもまた選択とカルマです。父親の死、そこから得た自身の死、そして人生を最高のものにしたいと考え、その選択のおかげで、まあ現在一応社長になれたわけです。このように僕たちは自身の選択によってカルマの法則のもと現在が存在しているのです。つまり選択一つで未来は変わるということなのです。例えば僕の YouTube を見て、このエジって人みたいに起業したいという考えになり行動を起こした人と、このエジって人自由で羨ましいけど面倒だから起業はしなくていいやと何も行動しなかった2人がいたとします。この選択で人生は大きく左右します。3年後僕のように起業したいと考え行動した人は月収が100万となり、何も行動しなかった人は月収が25万のままでした。まあこれは例えなんですけど、僕の YouTube を見て触発されたところまでは一緒だった2人、しかしその選択によって互いに違うカルマが作動し、それがこのような結果となったわけです。これが本日皆様に伝えたかった選択とカルマです。テンタシオンがガードマンをつけなかったこと、僕が人生を変えたいと考え行動したこと、このように選択によってその未来が作られるのです。 YouTube のコメントにも勉強になりますとたくさんありがたい言葉をいただきます。しかしそれだけではダメです。カルマの法則はその選択によって反映されるものです。なのでこの YouTube で触発されたら、次は行動という選択を取ってください。先ほどの例えの2人のように、選択した物事によりカルマとなって未来に反映するのです。まあ例えばテストでいい点を取りたいのなら、テスト勉強を超すればいいだけです。そうすればテスト勉強を超頑張ったという選択にカルマの法則が作動します。そして結果として未来が作られます。まあ超頑張った分点数が取れるっていうことです。この選択とカルマの法則は理解できましたか？もし理解できたら、これからあなたが取るべき行動がわかるのではないでしょうか。因果の法則とカルマの法則からは絶対に逃れることはできません。なので僕たちができること、それが正しい選択なのです。ファンたちともっと身近に交流したい、その結果ボディーガードを雇わないという間違った選択をしてしまったテンタシオン、その選択によってテンタシオンのカルマは死につながったことは間違いありませんよね。はい、みたいな感じになります。今日のお話はですね、選択とですね、まあカルマ、まあ因果の法則とも言うんですけど、カルマの法則というお話をさせていただきました。はい、でですね、先ほどもですね、まあ、こちらのです、こちらね、物販やりたいからね、なんかおすすめの本教えてくれみたいな感じでですね、こうやって聞いてくるって、これもすでに行動してるっていう感じになるんですよ。でこうなってくるとですね、徐々にですね、まあそのカルマによってですね、未来っていうものが変わっていきます。まあ僕もですね、本編の方で今お話ししてたんですけど、本当にもともとただのですね、現場職人でした。20年もずっとやっていて、まあ先ほども言ったんですけどね、まあ親父が死んだことによって、まあ自分もこれこの人生終わるんだなと思ったので、まあ一回きりの人生なんでね、その未来を大きく変えてみようと決断できたのも、まあ親父のね、自分の親父さんのね、死だったり、そういったものでですね、何かに反映してって、まあどんどんいろんなものが変わってって今っていうものが存在します。これがですね、カルマです。でこのカルマっていうものが訪れる、どのようにして訪れるかわからないので、その選択っていうものを誤ってはいけないということですね。まあね、なのでテンタシオンがですね、もしあの時ですね、ファンとの交流をね、まあもちろん大切なんですけど、それよりもね、自分の身の安全というのでガードマンをね、もしね、つけていたら、もしかすると今はね、死なないでよかったのかもしれないなと思ったので、今回はですね、こういった感じのね、まあカルマのお話と、まあテンタシオンをね、掛け合わせてお話しさせていただきました。はい、という感じですね。本日の動画面白かったよって思ってくれた人はぜひグッドマークの方よろしくお願いします。あとですね、いつもコメントの方も全部読ませていただいております。みんな応援してくれてありがとうございます。あとですね、今後もですね、こういった感じ、ビジネスとあとヒップホップのね、情報を両立してね、この動画で配信していきたいと思いますので、よかったらですね、チャンネル登録と、あとですね、チャンネル登録の際、ベルマークみたいなのもぜひ一緒にチェックしておいてもらえるとありがたいです。ということで、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業カラッパ、イージーアイことエイジでした。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。Twitter、ブログ、ノート、LINE 公式にて、ヒップホップとビジネスの有益な情報を毎日配信。LINE 公式、お友達追加で、無在庫物販のノウハウと、物販ビジネス用語リストを無料でプレゼント。こちらの動画の説明欄に URL がありますので、そちらからチェックお願いいたします。